たわね。よし、ワニを探してぶっ飛ばす。いやいや待て、ルフィ、わざわざ叩く。ルフィ、あれはリムちゃん。あいつ、あいつを捕まえれば。よし、来て。あ、に、おい待て、声、声ってなんだ。また声が聞こえたんだ。おい、クロコダイルかキューブはいいの。後回しだ、ワニは罠かもしれないわ。大丈夫だ、多分。何の根拠が。追いかけた方がいいと思う。分かったわ、行きましょう。こっちの方に行ったよな。消えやがった。ここは、総裁でさっき現れたリムに似た少女は私たち。やっぱりキューブには重要な意味があるという。行けばわかる、行くぞ。つまり、よし、行くか。ねえねえ、シュシュ、一体何を言ってるんだ。おい、タルンダイルぞ。あれ、ん、なんだ。なるほど、やばいな。六名。シュ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 、切り刻まれる。我ら国王親衛隊が。よほほ。そうだろうな。ビビちゃんの知り合いに。どけ、俺たちの邪魔すんな。バカバカなの。シュシュ。属めるな。やる。おいおい、いつでもいいぞ。三刀流黒上大達馬。まだまだ。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。
まずい。まだ。まだ。こりゃ少しばかりやべえかもな。私が相手をしましょう。任せろ。行くぞ。さてどうしましょうか。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。くそ。やるか。これで終わりだ。ま、甘く見てると後悔するわよ。俺の番だな。ワンポイント。確保エルフ。いっ、まずい。す、よし、やるか。これでどうだ。その程度だ。勝負だ。行くぞ。覚悟しろ。これならどうだ。お前さ、少しは強くなれたかな。もっと強くなる。目指すわ。俺は勇敢なる海の戦士。多少は歯ごた。みんな、よくわかんねえが、あいつもまたリムによく似。私にもわからない。消えた。何がしたい。あ、そういうことね。ロビン、これが見せたかったのよ。オールサンデーが言ってた。わざわざ私たち。とにかく、そうね、触れて。見えて。こりゃ、何か古い記録の。その空島に住む民たちは荒れ狂う天候に苦しめられていた。我らは天候の研究を進め、予測の正確さを上げるも、その空島の正確な天候予測は困難を極めた。多くの民は抵抗し始めたが、ある時冒険者たちが遺跡より太古の遺物を発見する。それが天行の塔、そして荒ぶる神、神の息吹である。神の息吹。アディオさんが復活させた天気を操る。かつてワフルドの人たちは神の息吹。やっぱりどうしてその情報がここにあるの。あのリムのような少女はまるで私たち、つまりワフルドと神の息。でもこれだけじゃ。これじゃただの。まだ続きがあるのか。何か心当たりはない。そうね、
聞き覚えがある。どこで読んだのか思い出せねえなら仕方ねえ。あの白いリム、よし今度そう簡単に。ここで得られる情報は脱出の手がかりも。やっぱりワニめ、やっぱり誰が誰を倒すって。迷い込んだって言うから来てみりゃ面白そうな話してんじゃねえか。さっき古代の遺物って言葉が聞こえたが詳しく聞かせてもらおうか。誰かと思えば。え、そうよ。今頃気づいた。今さら何をのこのこと言いてえところだが、天気小兵器が手に入るのなら、それにお前も嫌がったのか、コムス。他に誰がいる。俺はお前に感謝しているんだ。お前がくれたキューブ、こいつは最高だ。黒いキューブ、あれがあいつを強化した。こいつの力は、この力があれば世界。この力に加えてお前らが言う気象兵器が。感謝してるぞ。ごちゃごちゃうるせえ。ん？お前がどんだけ強くなろうと日々の国に迷惑かけ続け。まるで何度も戦ってるような言い草じゃねえか。何度も戦って俺が勝ってる。教えてやるぞ、二の踊ってやつ。
いがありそうだ。三刀流国上大達の この力。バカな。国王軍も海軍も蹴散らした。この俺。黒いキューブ。アカリムちゃん。そんな得体の知れないものを触って大丈夫かよ。アカリム、またこれはメモリアキューブ。眩しい。一体何が起こった？ここはどういうことだ？一体何が？ちょっといいかしら？ん？ネフェルタリコブラ様。ビビ様？あ、地下に投獄されな。なんてこと言うんだ、そんな。じゃあクロコダイルがこの国を乗っ取っ、クロコダイル、あんな英雄を語ってならいいの。ごめんなさい、メモリアが。そうみたいね。じゃあメモリアキューブも行きましょう。結局さっきの。そうみたいね。でも何わからん。結局肝心なことは。いいじゃねえか、出られる。早く脱出して俺たちを。
戻ってきましたよ。いや、どう見てもワフルドじゃねえな。なんで俺たち捕まっ…いやー、出してー。ここ、司法の塔じゃないかしら。どうしてワフルドに戻…まさか、アルチビーを通らずこんなこと…とにかく、ここから出るぞ。何？そりゃ…ことよ。本当に？もう！白ひげのおっさん、なんでおっさんがこんなところにいるんだ？慣れ慣れしい口を聞く小僧だ。おめえに答える義理はねえよ。あれが大海賊。初めてこんな間近で見たわね。すげえ威圧感だ。メモリアでの頂上戦争じゃかなり離れてた。だがどうして白ひげが。ゾロ、この檻切れ。俺たちもここから出よう。出られた。それにしてもなんで。ここもアラバスタみたいに私たちの記憶と違う。きっとそうなんでしょうね。じゃあここでもまた黒い。ここがアラバスタと同じな。なあ、これからどうする。白ひげがエニエスロビーにいるということは。よし、おっさんを追いかけるぞ。行ってみましょう。え？はあ。お？ということは。あら。そうだな。よし。止めたきゃガープか戦国大将でも連れてきやがれ。おい、おっさん。うん、牢に入れられてたさっきの小僧じゃねえか。俺に何の用だ。別に牢に入れられてたわけじゃねえよ。気がついた。わけがわかんねえな。それより黒い箱を知らねえか。黒い箱？んなもん知らねえよ。知らねえのかよ。なあ、おっさん知らねえって。本人が知らなくても白ひげがここにいるっていうことが。そうなのか。おっさんはなん。うるせえ小僧だな。さっきも言ったろ。そんなこと言わずに教えてくれよ。白ひげを捕らえろ。また来やがったか。うるせえなあいつら。俺がおっさんと話してんだろ。
何する気だ小僧。ムカついたからぶっ飛ばす。おい、余計なことすんじゃねえ。やだ。うぅー、ルビー、頂上戦争の時どんなだったか知らねえけど、さっきからおっさんおっさんって。そ、ふん、勝手にしやがれ。ただし俺の当たり前だ、あんな奴らには負けねえよ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。まあいい。やららららら、守ってみる。覚悟しろよ。行くぞ。まだ行くぞ。俺が相手だ。腕が鳴るぜ。腕が鳴るぜ。さてと、腕が鳴るぜ。どうすっか、次はどいつだ。やららららら、守ってみる。100年早えよ。放ったり。よし。ああ、やるじゃねえか小僧。当たり前だ、俺は海賊王になる男。海賊王だと？ん？そうか、その麦わら帽子、おめえエースの弟か。ああ、なるほどな。エースは無事なんだな。海軍に捕まったり。エースが海軍に？ゲラララララララ、バカなことを言うんじゃねえ。あいつがそんなヘマすると思うか。思わねえ、無事ならいいんだ。妙なこと聞きやがる。やっぱりこの世界、やっぱりあなたがここに。おめえらもしつけえな。そこまで知りたきゃ教えてやる。バカな息子を連れ戻しに来ただけだ。部下が捕まっているということかしら。白ひげが自らわざわざ。ゲラララララ、俺の家族に手出したらどう。教えてやろうと思ってな。そう、やっぱり白ひげっ子。それでこの先どうするんだ。何が脱出の直接的に。よし、おっさん手伝うよ。早いとこおっさんの中。止めてもおめえなら手出すだろう。おう。
俺に任せとけ。俺の名前はエニエスロビーの兵。おい邪魔だ、どけ。おさこの下だ。なんて答え。ああ、下なのね。なんだが、海軍大将。どうしてそれを。茶番じゃねえか。まあいい。白ひげはこうし、今頃は処分されてる頃だろうが。そうか、そりゃ急がねえと。こっちの手の内は筒抜けか。もういいわ。だが少々殿。こんなに隠れてたのね。いざと。みんな俺がてって多少の無理は。ルラララ。くだらねえ工場はいらねえ。うう、たとえあい。はで、行くぞ。白ひげを捕らえろ。は、はい。準備 OK だ。これで終わりだ。腕が鳴るぜ。行くぞ。ぶっ飛べ。行くぞ。やってやろうぜ。必殺火の鳥橋。なんぶ、はあ、覚悟しろよ。これだ。なめてもらっちゃう。ラララララ、守ってみろ。はあ、ま、しょ、いくぞ。刺すという、ここ逃げられ。これからだ。なんよ。舐めないでね。こう見えて、ウェザーエッグ。生まれておいで。雷ちゃん、サンダーブリード、テンポ。くそ、ジュ、おい、さてと。それよ。動けねえ。行くぞ。ぐる、ここで引いちゃう。くそ、やべえな。ぎゃっ、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。ぐら、よし、行くか。ほら、これだろ。まずいわね、こいつ強いわ。やっと俺の出番か。今行く。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。邪魔だな、おい。
私の弟、思って当たり前だ。ルフィ、そっちも片付いたみたいだな。こっちも全員ぶっ飛ばしておいた。おう、下に行こう。まいったな。ははぁ、俺たちの力見せてやろうぜ。必殺ヒルトリボシ。さてと、これからだ。いつでも問題ないぜ。ディアブルジャンブ、ポアルアフレイルスペクトル。刀がうっ、これならどうだ。なめてもらっちゃ、ガララララ守ってみろ。はぁ、その程度だ。これからだ。なめんじゃねえ。効かねえな。あこぼれ。そこどけ。すげえ。ガララララララ。当然だ。俺は知っ。はて。お、親父！バカ野郎！海軍の罠になんかハマりやがって。だってよ、あいつら、俺のメンツを保つために。何言われたのか知らねえが、てめえの身の踊ってもんがあることを忘れんな、バカ野郎。船に戻ったらてめえ、すまねえ。ふん、こんなところ、とっとと出て船。罪人を勝手に牢から出してもらっちゃ。ぎへ、やっと大将が。ゆきげ、ま、こっちもそういう。そうかよ。じゃあそこでおとなしく黙って見てやがる。そいつはできない相談だ。こっち、せっかく捕らえた悪人を目の前に。に、お
おとなしく引き下がってくれませんかね。こっちこそできねえ相談ってやつだ。ここで引き下がれるかよ。ギラララララでしょうね。こんなことになるんだったらせめてクザ。さてあんたには力ずくでも引き下がってもらい。やれるもんならやってみな。まさか本当に海軍隊。おい、どロミちゃん、確証はないわ。でもよし、おっさん、俺たちも手伝っ。何度も言わせんじゃねえよ。好きにしな。そうする。やれやれ、こいつは苦労しそうだ。面倒だね、こりゃ。グラララララ。おお、はい、みんな、いけるよな。おお、おっかないね。ディアブルジャンブ、ポワルはフレイルスペクトル。準備 OK だ。三刀流黒上大竜巻。これからだ。とうとう俺を本気にさせやがったな。パワーでいくぞ。フランキーキャノン。これからだ。上出来じゃねえか。ラララララ。守ってみろ。はあ。わしの番。やさかにのまがたま。仕切り直しだ。おう、グラララララ。こいつ強えな。ピアフォース。ゴムゴムのキングコンデンサー。いくよ。よし、交代だ。この世に治せない病気はないんだ。知りがいがありそうだ。三刀流奥義一大三千大戦。そこを動くなよ。邪魔だな、おい。わしの番かね。おっとっと。おお、困ったね。ふざけんな。おお、知らん。こいつ強えな。ピュッスネークマン。ゴムゴムの
キングコブラ！これ式どう？うわぁ大変だ。きっちり型をつけるとするか。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブポワルはフレールベクトール。俺様の技術力、うん、スーパービビってなんかいねえぞ。やる気満々だね。そうだ、こいつ強えな。おお、おっかないね。相手してやる。準備はいいか。いいですよ。おう、サンジ。眠り歌。魔術フラッダイヤモンド。上出来じゃねえか。邪魔だな、おい。いけるか。おりゃー！ちょっと、め、グラララララ。おお、おっかな。天の村つも。フランキー、あい。おい、お前。ワンポイント、確保エルフ。なめてもらっちゃ困るぜ。邪魔だな、おい。ぬお、その程度だよ。おかおらっちゃった。強えな。ギアセカンド、ゴムゴムの受けおる高みレッドホーク、ぶちのめしてやるよ。フランキーキャノン、ホームポイント確保エルフ。上出来じゃねえか。それ、くそ、
まずいな。準備はいいか。いい。眠りっこくてプランマ。ダイヤモンド。そうでないとね。ゴムゴムのレッドホーク、ぶちのめしてやるよ。フランキーキャノン。今の俺は私の俺の勝ちから今週よ。参ったね。ここはこっちが。ヒザルの異様な強さの原因は。でもこれは欠片でしかない。すまねえ親父。恩に切る。戻るぞ船に。はい。なあお前。おお、急に。なん、エースの弟だ。力になってやれ。エースさんの。お前、黒い箱を知らねえか。黒い箱。黒い。そうか。ものすごく残念そう。噂とかも聞いてないかしら。誰かが黒い箱、黒いキューブを手に入れた。異変か。そう。どうしよう。仕方ないわ。となると、おめ、どう。あんたはどうして。おい、知らねえと。いや、本当に知らねえと。ボケやがって。アイスのおっさん。アイスバーグは知らねえよ。ある日突然、政府、アイスバーグ、政府の役人が。それで信じられなくて。ウォーターセブンは。その後のこと。そうか。みんな。え、親父。
あいつらも来やがったか。おい小僧。あ、おめえらウォーターセブンに行くのか。あ、そういや船ねえようだな。俺たちの船を一隻貸してやる。いいのか。ああ、おめえは俺の大事。ありがとう、助かるわ。おい、船の面倒を見てやれ。わかりやした。じゃあな、お前とは生きてりゃまた会うこと。ああ、行くぞ白ひげ海賊団。おう。生きていればまた会うこともある。みんな、あれ、白いやつ。また消えちまった。いや、あそこだ。また消えちまった。一体何なんだ。